今週もすっぴんで登場でございます。先週ですね、金箔エステをしてもうお肌がツルツルになってすごく嬉しかったんですけど、今日はですね、さらに美を探求すべく美容外科についにやってきてしまいました。どうなってしまうんでしょうか。っていうのは、たるんでくると一番最初に毛穴の開きが気になる部分になるんです。これ見てさすがだなと思いましたけれども、え、どういうことですか。このね、唇をね、ここをキュッと上げる、はい、この力をですね、うん、昔から結構しっかり使ってたと思肌のトラブルはそんなにないんですよ。ニキビができたりとかはさせてないんですけど、まあ、全体的に言うと、やっぱり頬の肉が少し落ちてきてですよね。ほうれい線と、あとまあ口角はいいんですけど、そのちょっと外側にあるここですよね。あ、これでしょ、ブルドッグみたいな。そうですね、その2つやっぱり気になりますよね。なります。隠せないところがこの光の反射で分かりますよね。分かります。昔は多分光のハイライトっていうのはここに当たってたと思うんですけども、うん、それがだんだん落ちてきて、ここが今脂肪のピークになってるんですね。すごい、これ今上げてってるんですね。ちょっとずつね。あ、すごい、ちょっとずつ上げてるんですけど、ここもちょっと隠せないぐらい下がってきてますから。うわ、怖いわ。そうですね、私は昔の自分に戻りたい。昔の自分に戻ります。はい、あのお肌がツヤツヤしていた頃に。これから施術に入りたいと思います。いきます。おお、待って待って待って、毛穴が引きしまいそう。今から眩しい光が出ます。せーの、全然痛くない。いえ、もう終わったですか。終わりました。今のどうですか、やってみて。いや、もう本当ここの気になってた毛穴がない。実際に僕は変わったなというふうに思ってるんですけど、うん、患者さんはそこまで思わない人が多いので。そうですか、うん、あんたシミュレーションしたじゃないですか、パソコンでの、はいはい、あれの7年前の私にちょっと戻って近づいてますね。だいぶ前まで、いや、近づきましたね、ちょっとですよね、そんなのアップしました。だいぶいい女になりましたか。いや、だいぶ綺麗な、ありがとうございます。